大久保の皆様こんにちは、こんばんは。日曜日、何の日でしょうか。赤の字で書かれていますので祝日、休日ですが、日曜日はイエス・キリストが死を滅ぼして復活したことを記念する、毎週やってくる祝日なんですね。皆さん、私たちの人生はいつでも幸せでいることができる。だからザ・バイブル、聖書を語ります。いつも喜んでいなさい。こんにちは、伝道者の神野直樹です。本日、聖書の話の街頭演説を通して皆様にキリストの愛を分かち合いたいと思います。また近くでオレンジ色のビブスを着ているものが漫画聖書をプレゼントしてます。よかったら一冊持っていっていただけますと嬉しいです。ジーザスラブスエンドソードアイ、イエス愛に、オエ愛に、イエスに単身サラーミダ、ちょうど単身サラーミダ、イエスキリストはあなたを愛しています、私もあなたを愛しています。皆様にこの神の愛を分かちしたいと思います。伝道者の神野直樹です。毎週日曜日19時から20時までこの場所で街頭演説と、また聖書のプレゼントをしております。皆さん、あなたは愛されています。そして今日この日曜日というのは何の日かというと、キリストが死を打ち破って復活した日です。つまり死は滅ぼされた、もう神の愛、キリストを信じるだけで救われるという、その神の愛のニュース、グッドニュースが大久保のあなたに届けられます。皆さん、イエス様あなたを愛しています。信じるだけで救われます。2023年前、神の一人のイエス・キリストはこの地上に生まれた、皆さんご存知のクリスマスの出来事です。神の一人のイエス・キリストは人間の赤ちゃんとして生まれ、人間の赤ちゃんというとね、小さくて可愛いですよね。皆さんもそうだったんですね。かつては赤ちゃんだった、もう今はこんな大きくね。皆さん、キリストは赤ちゃんとして来られた。それは人間の一番最初から踏み直すということ、人間の失敗の歴史、黒歴史、罪を踏み直し、罪を犯さないで33歳まで生き、キリストは十字架にかかって罪のない方が私たちの罪のために死なれ、そして3日目によみがえって、本日あなたに語ります。私はあなたを愛している、私のもとへ行きなさい。キリストはあなたを招いておられます。本日このキリストの愛を信じるなら、受け入れるなら救われる、これが今日皆様にお伝えしたいグッドニュースなのです。神の一人のイエス・キリストはあなたを愛しています。こんにちは、お元気ですか。ジーザスラブスユー、イエスに対するサラミダ、イエス愛に、神はあなたを愛しておられます。こんにちは。こんにちは、お元気ですか。ジーザスはあなたを愛しています。こんにちは、イエスキリストはあなたを愛しています。オレンジ色のビブス着たものが聖書となっています。よかったらプレゼントとして受け取ってください。たしぬさらばきりえてよなさら、足で寒そげそくさらばこいちよ、たしぬさらばきりえてよなさら、足で寒そげそくさらばこいちよ、手帳と死者て花にれさら、売り枝なるとへ読めるでこ、たしにいせさぜちょけあるのいえ、売り投げおままくきくにてるじ、たしぬさらば
き見えてよなさら自分の草ら箱一よ。奥間の皆様に、ジーザスがあなたを愛している、ジーザスラブスユー、イエス愛に、イエスに対するサラウンド、イエスキリストはあなたを愛しています。あなたの救いのためにジーザスは十字架で死なれました。神あなたを愛しています。手帳部と死者て花に目さらう無理へ学ぶとへ嫁猫たちに椅子さる女児はうろいで無理へげおまなくきっと見てぬち死ぬさらば君へてよなさら自分の草ら箱一よ。死ぬさらば君へてよなさら自分の草ら箱一よ。貴様の大事なこんにちは。私の空が消えてこの空自分の草が箱一よ。私の空が消えてよなさら自分の草が箱一よ。ジーザスあなた愛してます。お供の皆さん、あなたを愛しあなたのために十字架で死なれたイエスキリスト、この方をあなたにお伝えしたいと思います。ジーザスラブスユーエンデスホードアイ、神があなたを愛しています。こんにちは、お元気ですか。神が日本を愛してる、大久保を愛してる、あなたを愛してる。ジーザストゥージャパン、この国愛する主イエスキリスト。ジーザスとジャパン、この国を救いやってきた。傷ついた両手を広げ哀れみ涙を流す。壊されたやめる心に手を差し伸べる。このキリストの愛に今心迫られ神の言葉を心に刻む。このキリストの愛に今心迫られ神の御業に生きる。大久保の皆様こんにちは。伝道者の神野直樹です。皆様に神の愛を伝え、歌い、そしてあなたのハートに響かせたいと思います。Jesus to Japan、 この国を治る主イエスキリスト。 Jesus to Japan、 世界を救いやってきた。勝利をつかむ。壊された、やめる後悔を
ています。本日毎週日曜日行っている街頭演説、また聖書のプレゼント、今日も19時から20時まで約1時間この場所を借りして行っております。キリストがあなたのために十字架にかかって死なれた、これはあなたが愛されている中国の方々Yes, I need ボイエカイツッチ、イエス様あなた愛してます。せっかく持ってきたのではい、ありがとうございます。まあ、中国の方、チャイニーズの方々ね、とても多いので、神があなたを愛してます、このニュースを本日もお届けしたいと思っております。皆さんこんにちは、伝道者の神田直樹です。皆さん、あなたにグッドニュースをお届けいたします。イエス・キリストがあなたのために死なれた、信じるだけで救われる道を神の一人はイエス・キリストは与えてくださった。本日皆様にこのニュースをぜひ受け取ってもらいたいと思っております。神はあなたを愛しています。Thank you.
大久保の皆さん、こんばんは。伝道者の神田直樹です。皆さんの人生を変えることができる、たった一つの可能性がある。イエス愛に、イエスに対するサラミだ。イエスキリストはあなたを愛しておられます。本日皆様にキリストの愛があなたの人生を支える、あなたに与えられている、そのニュースをお届けしたいと思います。こんにちは、お元気ですか？どうぞ。こんにちは、伝道者の神田直樹です。イエスキリストの愛を外伝説としてお伝えしています。またオレンジ色のビブスを着た仲間たちが漫画の聖書をお配りしています。よかったらどうぞ受け取ってください。イエス愛に、大家好、シャンシエス、ヨロゴアニャンセヨ、イエスに対するサラミラ、イエスミデセヨ、イエス愛に、シャンシエス、イエスキリストあなたを愛しています。こんにちは、お元気ですか？ジーザスの愛があなたに向けられています。道、真理、命、あなたに愛を与えられる神の一人はイエスキリスト、この方をあなたにお伝えいたします。こんにちは、お元気ですか？イエスキリストは一体誰が神の国に入るのか、その中で99匹の羊は迷ってないけれど、1匹の羊が迷って、迷える1匹の羊の話をされました。迷ってる一匹の羊、その羊を探すためにキリストは探された。こんにちは、どうぞ読んでみて、ありがとう。そのように皆さん、一匹の羊を探したキリストのように、あなたはイエスキリストによって探されています。皆さん、迷える一匹の羊とはあなたのことです。本日皆様にその迷える羊が、羊飼いのもとへ帰ってきた羊飼いの肩にちょっと乗って、そして帰ってくることができたよ。皆さん、あるべき姿に戻ってきませんか？あるべき姿、私たち人間は神によって作られた存在だ。で、その神から離れている状態を迷っている羊に聖書は例えます。私たちは迷っている、でもその迷える私たちを神の一人のイエスキリストは探してくださり、もう一度私のもとへ帰っておいで、神はあなたにそう招いておられます。こんにちは、元気ですか？こんにちは、こんばんは。あなたは愛されています。皆さんの人生を変える方、2023年前この地上に生まれた神の一人がイエスキリスト、この方をあなたにお伝えいたします。たしめさらば君へ手をなさら、たしめさんそげそう草の番号一応さらば君へ出ようなさら、橋でさそげそう草の番号一応、手帳の投資じゃて花に目さる、売りへ学ぶとへ読めぬ猫、たしにいせさじちょちあぐろいへ、売りえげおまなくひとりてなじ、たしなさらばきみえてよなさら、ちぐん
しよう。私のさらば君へ手を出さな、自分僕さらば恋しよう。こんにちは、電脳社の金田直樹です。あなたに神の愛、ジーザスの愛、イエスキリストのと愛してます。ジーザスラブスユー、イエスに対するサラハミダ、イエス愛に、神の一人子があなたに永遠の命を与えてください。神の御子、この方の声に聞く者は命を得る。今がその時だ。手帳の通しじゃて花いべさら、ウリエンマナムトゲ読めるでこ、私に見せさでちょじゃあむろいで、ウリエゲオルマナクキプニテヌジ、私のさらば君へ手をなさら、パコイチよ、私のさらば君へ手をなさら、自分の草がパコイチよ、私のさらば君へ手をなさら、自分の草が、よかった、愛されてます。そうなんです。私のさらば君へ手をなさら、自分の草は箱一よ、私のさらば君へ手をなさら、自分の草は箱一よ、日曜日、キリストの愛をあなたにお伝えするためにこの場所をお借りして、ジーザスがあなたを愛している、あなたの罪のために死なれたよ、蘇ったよ、もしあなたがこの方を信じるなら救われるよ、なぜだろう、イエス愛に、こんにちは。あなたの人生にジーザスの愛が必要です。2023年前、神の一人子イエス・キリストはこの地上に生まれ、人間の赤ちゃんとして生まれた。人間の赤ちゃんとして生まれたキリストは、私たちの人間の失敗を踏み直すかのように罪を犯さず生きられた。そして33歳の時、イエス・キリストは十字架にかかって死なれた。死んだ後墓に葬られ、3日目によみがえった。この方を信じるだけで救われる。本日皆様にこの福音をお届けしたいのです。神はあなたを愛されています。神の祝福があなたにありますように。
はお元気ですか。天の城の神田直樹です。歌とお話を持って、そして漫画聖書プレゼントをして、キリストを伝えています。こんにちは。時には痛みと苦しみあるけれど、いつでも主を見上げて歩むなら、あなたを見るとき、国の皆様、こんばんは。一週間お疲れ様でした。新しい週を迎え、キリストがあなたを救うために十字架にかかり復活した、このニュースをお届けいたします。ジーザスラブスよ、まはるかにジーザス、イエスキリストはあなたを愛しています。時には様にお届けいたします。イエスキリストがあなたのために死なれた、そしてあなたを愛している。皆さん、このキリストの愛こそが希望です。私たちの人生にどんなに希望が持てなくても、どんなに私たちが辛い状況にあっても、皆さん大丈夫です。神があなたを愛している。信じるだけで救われる、このニュースがあなたにお届けしたいニュースです。ジーザスラブスよ、こんにちは。こんにちは、お元気ですか。こんばんは。天の城の神田直樹です。本日皆様に神の愛をお届けいたします。お元気ですか。イエスキリスト、あなたを愛しています。あなたを愛しておられる、あなたのハートに救いが届くように、神あなたを愛しています。
ジーザスラブスユー。我ら一つとなって崩れた祭壇、築き上げる時に偶像も燃やされる。罪と
33歳で十字架にかかり、死んだ後墓に葬られ3日目によみがえって今も生きています。もしあなたがこの方を信じるなら救われる。これがあなたにお伝えするグッドニュースです。どうぞ、神をあなた愛しています。ジーザスラブスユー。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会い身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。今もその愛受けている。大熊の皆さん、こんにちは。あなたは愛されるため生まれた人です。そのことを知り、永遠の命を受け取ってください。ジーザスラブスユー。こんにちは、お元気ですか？笑顔が素敵です。神あなたを愛しています。愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で
日を結ぶ君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている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 。今もその愛受けている。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。君は愛されるため生まれた。愛されるため生まれた。地上に生まれた神の一人をイエス・キリスト。愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。こんにちは。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。
一人もイエス・キリストはこの地上に生まれ、その命をあなたのために捧げた、あなたのために死なれ、そしてその救い、キリストの十字架と復活、これを受け取るなら、信じるなら、救われる誰でも天国に行くことができる。皆さん、このグッドニュースを今日あなたに伝えたいのです。本日大久保のあなたにこのニュースがあなたのハートに響きますように、そして信じるだけで救われますので、それを受け取るならば直ちに神の子供となり天国に行くことができる。本日あなたに受け取ってほしいこの神の愛、変わることのない神の愛がある。皆さんご存知でしょうか。一人のイエス・キリスト、このお方があなたのために死なれた、そして十字架にかかってあなたの救いを完成された。本日皆様にこのジーザスの愛をありがとうございます。この愛を受け取るなら誰でも救われる、そういう話を皆様にお伝えしているのです。本日皆さん、ぜひ今日がチャンスなんです。また今度そのうち、まあ大切なことはできるだけ早く、まあ、東進ハイスクールの林先生的に言えばね、今でしょ。皆さんいつ救われるのか、今日です、今です。ザ・バイブル聖書を語ります。見よ、今は恵みの時、今は救いの日、今日こそがあなたの救いの日、あなたが救われる永遠の命を受け取る第一歩、今日あなたにこのニュースをお届けしたいと思います。イエス愛に、イエスに対するサラミが、神の愛が大久保のあなたに満ちてます。パンデミックしてる。もしあなたがハート開き、そして受け入れるなら、まあ、新型コロナは感染したくない、でもイエス・キリスト、ジーザスの愛をあなたに感染させ、そして永遠の命を受け取ってほしい。本日皆様に約1時間この場所で街頭演説と、また聖書のプレゼントを行ってまいりました。キリストが2023年前この地上に来て33歳で十字架にかかって死なれたのは、あなたの罪の身代わりです。信じるだけで救われる、その道が開いたんです。今日がチャンスです。見よ、今は恵みの時、今日が救いの日、あなたに心からおすすめしたいと思います。キリスト信じたら救われる。いや、救いは必要ない。でも皆さん、人は皆死ぬんです。弱い存在です。私たち死んだ後にもある希望、今日その希望をあなたにはっきりと自信を持ってお伝えできます。
イエス・キリストを信じたら救われる。本日皆様にこのことを心からお勧めして、本日の外科演説終了いたします。多くの皆さん愛されてます。そして信じるだけで救われますので、信じてください。ありがとうございます。